森下の家のリビング限定ルームツアー、はい、37万の冷蔵庫がすごい値段よ。こちらです。37万の冷蔵庫、はい、うわー、めっちゃええやん。ドカーンって感じでソファー見なかったのに、うん、冷蔵庫に映ってもうちょっと見えてんねん。え、いやいや、冷蔵庫に映ってたまんま、白を基調として。いや、ごめんなさい、返せるお金。あ、ちょっと、いやいや、っていう、そこまで。どうも、かまいたちです。ミステリー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 。さあ、本日は、はい、森下の新居祝いに買ったプレゼントを見よう。はい、私がソファー買って、はい、山内さんが冷蔵庫買いました。なんかほんまに買う感じだったな。びっくりしてんの。いや、それは全然ええねんけど、なんかあの動画見てたら、はい、最後の山内の方が評価上がってんねん。コメント欄かな、コメント欄。僕は両方ともすごくありがたいかったです、うんうん、はい、視聴者の方がなんか評判爆上がりしてて、使うなよ。あんな言わんかったよかったわ、今の使ってくれども。使うなよ。まあまあ、それで届いたので、はい、設置したところを見てみようということですね。そうですね、はい、かまいたち雑木作家森下の家のリビング限定ルームツアー、はい、ありがとう。届いたばっかり。ソファーはもう、この収録日のその前日、昨日。おー、テンション上がった。めっちゃテンション上がりました。あ、そう、嬉しいね。これは見てみたいね。見ようか、はい、お前、ゾヨ勢ちゃんとせよ。あ、ゾヨ勢、はい、コメント欄でめっちゃ来たわ。うん、110万超えたらかかってくる、うん、はい、っていうやつな。土曜税はお前せえよ。あ、いや、あの、いただいた側の、はい、そうやろ、それをちゃんとやって、うん、やってます。競馬とかでもさ、はい、当たりましたって言ったらさ、うん、税金ちゃんと払ってください。払ってくるの関係ないよ、お前らに。いやいや、ハッピーな動画、ハッピーな動画や。ハッピーな動画。そうですね。さあ、見ましょうか。ソファーが、届きましたので、ちょっとルームツアー的な感じで、紹介させていただきたいと思います。はい、ではリビングに入ってみます。はい、ちょっと待って。家やな、めっちゃ綺麗。あ、そうですね、一応リビングはあのちょっと リフォームおー、はい、フルリフォーム的な感じで。ごめんごめん、止めてもうた。リビングですが、まず、山下さんからいただいた、37万の冷蔵庫がすごい値段よ。こちらです。37万の冷蔵庫、はい、うわー、めっちゃええやん。ジャストフィット、こちら、綺麗。山下さんからお祝いでいただいた冷蔵庫、めちゃくちゃ綺麗し、サイズの感じとかも最高やん。このジャストアイランドキッチン、はい、アイランド、はい、まあ、カウンターキッチン、ね、ちょっといい、全然ええねんけど、ドカーンって感じでソファー見なかったのに、うん、冷蔵庫に映ってもうちょっと見えてんねん。え、お前っすか、あれやな、後ろのやつや。すいません、うわ、ほんま、すいません。もういいよ、でも大体分かった。いや、ちょっとほんま、すいません。いやいや、見ようよ。もう大体分かる。いやいやいや、絶対こんなんで、こんなんで終わんの嫌やん。いや、いや、ごめんなさい。こんな見えてるか、冷蔵庫ピカピカすぎて反射してソファー見えとるかな、これ。ほんま、すいません。いやいや、でいいよ、いいよ、いいよ、使わせていただいております。もう家族、全員大変重宝させていただいております。しかも、4人家族なんですけれども650リッターってだいぶ大きいんですけれども、大型冷蔵庫になります。めっちゃソファ見えてる。もう全部全部見えてる。すみません、全部見えてる。全然気にしてなかったです。あれね、うん、もう大体分かったよ。ごめんなさい。結構いろいろストックを取っときたいということもあったり、こんな感じで、はい、あ、綺麗にしたらでかいね。僕が結構飲み物、ドリンクとかをなんかちょっとストックしときたいとか。でかいね。こちらスペースあって、スペース大変重宝しております。このボールなんか、はい、多分でかいのに余裕で入ってるやん。鏡の感じとか、うん、とあれがソファー、うん、いや、すごいです。はい、こういう感じで急速冷凍とか、お米、はい、冷蔵庫も来たばっかりやから冷凍のお米3つだけ入ってる、はい、こちら冷凍庫ですね。冷凍も結構、スペース広めでごっついええやん。全然まだまだ余りあるぐらいな感じの、この下にも段にもあったりとか、はい、すごい。こちらも大変に重宝してますね。チルド室も、はい、全然まだスペースあるぐらいな、余裕やん。この大型な感じ、いや、このなんか鏡面、パナソニックさんなんですけど、この鏡面のこのなんか反射の技術がなんかすごいらしくて、本当に鏡みたいな感じで、
はい、そこまで言うってことは傷引くよね。鏡面とか言うてんねんから。いや全然後ろにソファーあんだけ映ってるの。自分の姿に集中してたんちゃう、うん、それ時間ここしかなくてすみません。ねね、あそう。こちら、せやけど、部屋やな。使わせていただきます。山本さんありがとうございました。こっちゃこっちゃ、はい、こんな感じで冷蔵庫、はい、でキッチンがこんな感じの綺麗、めちゃくちゃええな。うわ、食器棚もここが、ちょっと、まあ、食器棚これも作っていただいたんですけど、いいちょっと奥行きあって、お、はい、かっこええな。バーカウンターと、ね、あと排出ルがちょっと2つ今後届いたりとか、あとなんかこのあれですね、かっこいいな。ちょっとあのカーテンがまだちょっと今竹合わせてる、なんかこの、うん、もうすぐ、はあはあ、来るんですけど、今カーテンがまだ揃ってないという感じの状態です。食器棚ここにのためにコーター、はい、こんな感じのめっちゃ綺麗、かわいいね。アンティーク調の、はい、ちょっとこのキッチンのステンレス感じもちょっとめっちゃいいってたりとか、綺麗、ね、で一番のこのモルテックっていうこういうなんかちょっと質感のある手作り感のあるこういうちょっと素材のキッチンも大変気に入っております。はい、また全然違う。で、続いてこちら、食器棚ですね。はい、まあ、食器ちょっといろいろ入れたりとか、こちら引き出し、ちょっと書類とか、これはジャストフィットするちょっといっぱい入って出てくるまでずっと待ってた便利なんですけど、でこちら、はい、見えてきました。ダイニングテーブルですね。子供のあの椅子、はい、テーブル、はい、はい、子供と、はい、大人とこんな感じで、はい、あ、と冷蔵庫に入ってる朝昼晩ね、ご飯食べたりとかという感じです。さあ、そして、最後ですね、こちら、濱家さんのソファー138万のソファー、はい、本日届きました。もう、はい、先ほど届きました。うん、先届いたばっかりか。こちらです、うん、じゃーん、めっちゃええやん。さあ、この部屋の感じにシャレシャレですかね、ちょっとフィットしてる、サイズ感とかもやっぱ子供たちとみんなでここでテレビ見たりして、うん、存在感が広いね。もうむちゃくちゃ気に入ってます、これもう。濱家さんありがとうございます。いやいやいや、よかったよかった。やっぱなんかちょっと白、うん、白地でこういうなんか、もっとテンション上がったはずやねんけど、ちょっとグレーの糸が混じったような色の、すいません、この形ななんかもっと喜べそうな感じはしてて、ちょっと明かりの感じで冷蔵庫の先、はい、もしかしたらちょっと見てるよりももうちょっと明るいのかもしれないですけど、はい、映像よりかは、いやいや、はい、冷蔵庫に映ってたまんまです、ね、ちょっと白を基調として、いやごめんなさい、感じの、すいません、冷蔵庫に映ってる方が白い、大変気に入ってます。もっと感動するかなと思ってた。こちらこの一番の気に入ったポイントのこの R の感じとかがちょっと可愛らしいっていうのが一番そこが映ってる、すいません。いや、やっぱこの138万巻すごいですね。でこちらが、はい、2万4000のソファー、2万4000のクッション、ソファーのちっちゃいやつって全部高いよな。2つやっぱこれ必要ですね。ちょっと座り心地ながら、あ、それは見たいよ、それはもう座ってるとこは見たい。ええやん、いいな、いいね。じゃあちょっと失礼します。あの、座らせていただきます。いや、いや、やっぱこれいいっすね。一回実際店舗で、はい、これ展示してたんで座らせてもらったんですけど、やっぱちょうどいい硬さというか、なんか深く柔らかすぎずという感じで、おばさん、35歳で気に入ってます。座りくそ、おばさん、燃えした。あとはこの、このクッション必要みたいなこともちょっともしかしたらあるかもしれないですけど、このちょうどここ座った時にこれがないと結構なんかこうなっちゃうんですけど、これがあることによって、いや、そう、お前の加減やろ、それ。で、この2つがいいかなというので、あの、購入させていただきました。2万4000円。なんとなくじゃなくて、ちょっとこの、はい、座った時にちょうどいい奥行きを保てるというのがあって、これもね、はい、テレビ見るときに、
これがもしない場合はそれないと全然違う。いやいやいや、そんななれへんやろ。首上に向いちゃう。そんななる。これがあることによってちゃんとお前が今座って座ってんねん。2万円ですよ。まあまあでもええな、かっこええかっこええ。もしかしてちょっと見てるよりもこの奥行きも結構あったりして、全然寝れてまうやん。ここで、はい、こういう感じで、うん、横になれるぐらいのこんな奥行きもあったりします。ええー、なで、こっちの横幅もだいぶ行きもあって、こんな感じで。これ最高やな、お前このソファー。これ寝れるのいいよね。いや、これだいぶ気に入ってます。はい、めっちゃ嬉しいです。で、あとこの、肘掛けがあるタイプもあったんですけど、おうん、ここもない方がここ通りやすかったりとか、なるほど、ちょっと空間的に子供がこう乗りやすいかなっていう、はい、いろんなとこからもこの感じがいいですね。家族これが可愛いっていうのが一番全然余裕です。はい、もう最高です。ここで、もうずっと座ってて、痛いぐらい。いつも裸、気持ちいいです。いや、裸じゃないですよ。はい、そうさあ、YouTube 部屋では裸や。 YouTube 部屋でも裸じゃない。大事に使わせていただきます、うん、いや、映画な映画な。ちなみにそうですね、こうやってテレビ、うん、こうやって見たりとか。テレビもええな、でかいな。大変うわー、ええやん。最高や。さっきのこのクッションですね、クッションをがない、あるとこうちゃんと見れるんですけど。なるほど。クッションがないとこうこんな感じになっちゃって、上向いちゃう。お前が後ろに持たれてんねやろ。普通に座っていけるやろ、うん、ということで、これ重要なクッションとなります。高いってそんな、はい、こんなんがこうなるぐらいの2万4千円は言うのに。山内さんのルンバだ、いただいたルンバも、はい、山内くんルンバもあげたの。完備してあります。前プレゼント交換ということで、ルームツアー以上でした。いや、ええー、家やな。亀井さん大事に使います。ありがとうございました。いや、ええ家や、ええ家や。本当にありがとうございます。はい、はい、もっと感動できたかな。いや、ちょっとあの、うん、今日すみません、もう今日いや、なんか確信犯なんだろうなと。うん、鏡面って言ってたかな。取れ高という意味で何かしたのかな、うん、いや、まあそれは取り方としたら、ああ取るしかないな。冷蔵庫はああ取るしかないか、うん、映ってる映ってるっていうのが欲しかったやろうな。まんまと、うん、まんまと。あ、いやいや、あと釣ってる釣ってる。いや、気づかへんわけないもんな森下後ろって言われたら、届いてから撮れる時間がもう、すいません、この時間しかなくて一発撮りで、うん、すいません。いやいや、俺も喜んでくれてるのは伝わったしごめんなさい。部屋に設置できてこの本物を見れたも嬉しかったけど、もっと喜べたかも。すいません返せるお金。あ、ちょっと、いやいや、というそこまで全額。いや、全額いや、ということじゃないですけど、濱家さんの気持ちでいただいたものなんで、うん、はい、これ半額。いや、ちょっと半額盛り返してもらうとして よりリアルに返せしてもらえそうな額。いやいや、よかったね、これ子供も喜んでくれた、来た時めっちゃ喜んでます。あ、そう、想像以上にやっぱ綺麗。子供と奥さんが喜んでくれたんがええわ、うん、森下なんかどうでもいいんだけど、もう子供と奥さんが喜んでくれたんだ、もうそらもこちらも、もうなんぼソースこぼしても構えへんから、うん、子供はなんぼでも構えへん。コーラとかはもうこぼすやろ、怒りなや、こぼすやろうけど怒りなや、うん、そうですよ、こぼすは覚悟、はい、それももう柄と思って愛し、うん、そういうもんやから家の家具って。そうですね、うん、もうそれは、はい、ナイフとかグサッて刺してザッて言うと、もうどんな子供やねん、怒りなや、そういうもんやからナイフを持ってること怒れまず。いや、よかったです。何ずっと携帯触ってんの。いや、一応プライベート用で、あの、あ、子供が、子供からぜひお礼を。濱家さん、ハッピーベンジャーブリブリブラバさん、濱家さん、ソファーありがとう、濱家さん、ソファーありがとう。めちゃめちゃ遊びまくってるやん。かわいいわ。でんぐり返しして大きなったなぁそうですね。なぁ、あれ何年前旅行一緒に行った。2年前とかじゃない。おっき、まあそうか、うちの娘もでかなってるし、はい、息子もでかなって、いやいや、でかなったなぁ。4歳5歳。あ、そう、へぇ、冷蔵庫え、いや、冷蔵庫も冷蔵庫買ってる
お子さんたち分かってる？いや冷蔵庫も冷蔵庫もある。ある？あ冷蔵庫どうかもあるけどね。ちょっと待って、ちょっと気になったな。プリヤ。山内さん。山内さん、冷蔵庫ありがとうございました。濱家さん、冷蔵庫ありがとうございました。濱家さん、濱家さん、山内さん。かわいすぎる。何回言わすねん。かわいすぎるな、かわいすぎるわ。いやいや、こんだけ喜んでもらったらそら冷蔵庫も買ったかいやったわ。いや冷蔵庫俺やん。いや息子さんの方は俺がこうだと思ってるからちゃんと伝えといて俺やなるほどな、うん、よかったです。よかったよかった、おめでとう。ありがとうございます。おめでとうございます、うん、新居で、はい、大事に使わせていただきます。チャンネル登録お願いします。今度ちょっと座りに行くわぜひぜひ。ええか、はい、ぜひぜひ座りに行くわなんか冷蔵庫の中のも見に行くわ、うん、いや、はい、いや座ってうんこするけどええかやめてください、やめてください。分かった、うんこせえへんから生ケツで座りに行くわいやいや生ケツちゃんとあのズボン履いてほしい。生ケツで今度座りに行くよしよし、オッケー、ありがとうございます。はい。